バイクで事故をしたわけですね。半寝たきりみたいな状況になった時に生きる喜びというか、ボクシング界だけじゃなく世の中がすごい落ち込んだというか、そのボクシングで競技者としても先を考えれない時期もあったし、上から打ち下ろす強烈な左を持ってる、まあ、強敵ですね。6月10日以降も五体満足で、なんとか笑い合えるというかね、そんな、戦いができれば。何回でもいけるよ、お前。45歳ですね。そうですね、やっぱり若い時みたいに毎日が毎日追い込めないですし、そこで追い込んじゃうと怪我につながったりするんで、試行錯誤してやってるところですけど、まあもう20何年やってますけど、まだ答えは見つかってないですね。渥美ボクシングジムの中幸です。よろしくお願いします。1977年生まれで、まあ小学校中学校とはサッカーを、まあ、9年弱ぐらいはしてたんですけど、まあ、サッカーの方ではそんなに芽が出なくて、まあ、それから高校に入ってからはバイクとかに興味があって、まあ、そのバイクで事故をしたわけですね。半寝たきりみたいな状況になった時に、やっぱりその生きる喜びというか、まあ、もっとがむしゃらに汗水流して夢を追いかけたいなと思って、ちょっと興味のあった格闘技をやりたいなと思って、花形がボクシングだったんで、で初めてもうそこからハマったっていう感じですか。まあ僕もずっとスーパーウェルターミドルとやってきて、まあ、ずっと世界ランクには入ってたんですけど、まあそれ陥落しちゃって、年齢のこともあって、まあもう一回今日上げようかってなったんで、まあ、とりあえずはまずタイソン選手にどれだけアジャストできるかっていうのがあると思うんで、そうですね、もう15、6年以上前に、まあスパーリングは何度かしてるんですけど、上から打ち下ろす強烈な左を持ってる選手で、フィジカルも強いなっていう印象があるんで、まあ強敵ですね。だから2020年になってからちょうどコロナの、ね、時期になって、そのボクシング界だけじゃなく世の中がすごい落ち込んだというか、しんどかった時期ってあったじゃないですか。でそのボクシングで競技者としても先を考えれない時期もあったし、ボクシングでもっぺんこう花開かしたいと思って、この東京の地にね、地元大阪離れて東京に来て、それでもやっぱこうくすぶってたというか、うまいこと言ってなかったこともあった中で。この目の前にこのタイトルベルトをかけてやっぱ戦えるっていうことを、まあ、僕自身ほんま感慨深いなっていう思いで、それが強いですね。一力ジムの、タイソン同期です。そうですね、今回スーパーミドル級っていう新しい階級がね、日本のそのタイトルでこう作られて、言うたら昭和からね、日本タイトルっていうのは初代のその歴史があって、でもこの令和の時代に日本タイトルで初代チャンピオンっていうのをかけて戦うって、すごい希少価値が高いというか、やっぱ次にその野中選手、大阪時代の時から知ってまして、でもう10年ぐらいになるのかな、まあほんま僕が駆け出しの頃とかスパーリングさせていただいたり、やっぱ常に意識してましたし、待機も近かったし、でやっぱ僕よりも一回り離れてますし、それでまた第一線でずっと戦ってられるっていうのと、複数階級で、タイトルも持ってましたし、すごい強いチャンピオンですしね、僕自身すごい敬意を持って戦いに挑む、そういう相手なんで、やっぱ命かけてね、やっぱ戦うんで、やっぱお互いその恨みっこなしで、まあ、無事故で終えれてね、6月10日以降も五体満足で、なんとか笑い合えるというかね、そんな戦いができれば嬉しいなって個人的には思ってます。
やっぱりこう他の格闘技界とかよりかはこうボクシングの興行とかで華やかさっていうのがあんまりなかったりしてたんで、今までそれをこう覆すじゃないですけど、まあ、視聴率であったり周りの見る目も変わってきてるとは思うんで、まあ、そこに乗っかれて、まあ、自分も嬉しいなと思ってます。最高ファイトですごいこう煽りじゃなくてこう YouTube とかね、そういう SNS の媒体使ったり、アベマ TV とねその、連携してありがたいというか、うん、すごいあの新しい風やなと思ってるんで、選手のモチベーションが上がる興行というかそういうイベントちゃうかなって僕はすごい思ってるんですね、はい、今回50戦目になります、ありのままの自分を出して必ずいい結果につなげますので皆さん応援よろしくお願いします。タイソン気持ちいい試合しよう。野中選手、6月10日、日本スーパーミドル級初代チャンピオンをかけて僕は敬意を持って挑みます。恨みっこなしで、本気で戦いましょう。楽しみにします。